今ではロシア、育ちは関西、私はアシア、ピロシキーズです。今日はなんともう何度も何度もピロシキーズのコメント欄に、アシアちゃんって知ってる、アシアちゃんとコラボしてよ、アシアちゃんに、アシアちゃんってアシアちゃんに下ネタ言わしてみたいな人がもう大量におって、もうどういうことっていうぐらいアシアちゃんアシアちゃんっていうのがあったので、嬉しい。そう、この度ちょっとピロシキーズ側から声をかけて、うん、ちょっとよかったらコラボしませんかって言ったらね、来ていただけて、お越しくださいまして、本当に誠にありがとうございました。こちらこそ、はい、ありがとうございます。ございます。なんでなんで、まだ帰ってないよ。あ、そっかそっか、ありがとうございます。厳しいね、ほんま。じゃあ今回はロシア人の、まあ、トップ YouTuber ですね、アシアちゃんが来ていただけたので、まあ、私たちは衛星ロシア人トップ YouTuber として、トップ YouTuber な、偽物ロシア人、偽物、本物のちゃんとしたロシア人のトップ YouTuber、まあ、偽物っていうよりかはちょっと中身が違うっていう、中身がそう、ちょっとね、ジャンルが違う、ペロシキによってもね、ペロシキ、ペロシキによっても中身が違う。おうまい。 その中は実は何が入ってるのか、見た目はロシアだけどその中身とは、中身はあんこみたいな感じだね。そうそうそう、だからうまいこと言わない、やば、なんか頭脳の偏差値が違うなって思うもん。もうちょっと、まあだからゲテモノピロシキと正統派ピロシキのそれぞれトップが会話をするっていう。ゲテモノピロシキにせんといて。いや、ゲテモノや、どう見てもあんたそんな黒い爪の色してゲテモノやろ、お前。やっぱりな、綺麗な爪をな、正統派はこういうピンクの綺麗なねものをやるんよ、結構。そうよ。いや、もういいって、そんな、もうそんな長い、そこまではいい。で、まあどんな風にするかっていうと、ちょっとせっかくやから、アシアちゃん関西って行ったことある？ない、それは。関西行ったことない？ない。関西ってわかる？わかる、もちろんわかる。わかる？どのくらいわかる？関西っていう地域があって、うん、まあ、特にね、芸人さんが多い。2人もそんな感じで。違う違う違う。よく最近間違われるよ、ね、ま、そう、よく言われる。最近吉本に所属してるって聞いたんですけどみたいな。所属してないしみたいな。ピロシキーズって芸人やなみたいな。ないないない。よく言われる。で、まあ、せっかくやからアシアちゃんにもぜひ関西弁もな話してもらいたいなっていうのと、うん、まあ、あとちょっとアシアちゃん耳つぶってもら、耳閉めてもらっていいですか？え？アシアちゃんに下ネタを言わしたいねん、ちょっと。言わしたい、最怖いな、なんか怖いです。いや、こ、声大きいも聞こえてるよ。聞こえてるよ。いや、こっちもビクビクしてんねんで、結構。なんか、うっかり、なんか間違って、もうポロリチンコとかって言わんように気をつけようって思って。もう言った、今言った。ワンカウント。え、ワンカウントとかカウントせんといて、そんな。今日カウントするから、チンコぐらいでカウントせんといてもらいたいわ。2チンコと言います。でもあんたもその間に3チンコくらい言ってるからな。ごめんね、アシアちゃん。申し訳ない。アシアちゃんに本間もんの関西弁を教える、本間面の、本間面の、本間もんの関西、本間面ってなんやねん。いや、本間面っていう、あんた関西弁、関西人やろ。あんたも今噛んだやろ、関西弁って言ったやろ、絶対噛みすぎ噛みすぎ。じゃあ、関西弁、アシアちゃんに関西弁のロシア人が教える関西弁クイズ、第1問。まれちゃん、今日な、うん、めっちゃめっちゃでかいうんこ出てん。もうほんま大蛇様やった。びっくりしたーさ。せやな。せやな。これどういう意味やと思う？そうね。ブブー。せやなっていうのは、どうでもいい。どうでもええでって。ほんと？そう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 。嘘。関心がない時に使う。だからせやなって言われたら、あ、今の話題あかんかったなって言って話しかねとあかん。そうなの。そう。知らなかった。難しいやろ、はいはい、そうやって思うから。じゃあ今度使う。じゃあ第2問。ほんでてかこれさ、ちょっと直してきてくれへん？なんで？もうめんどくさいねんけど。直してきて。わかった。直す、直すって、これ直しといて、実際の直すって意味じゃなくて違う。そう、あ、片付けて。おー、正解。そう、これ片付けといてっていうのを、これ直しといてって。あ、なんかなんとなく何かを直すって、そういう意味。あ、そうそうそう、はいはいはい、元に戻すことを直すっていうから。今なんか捨てるのかと思ったけど、でも直すってちょっと違うから、そう、直しといてっていう、ね、そういう話もあるからな。車直し
してきてって本当に直しに行ったやつがいるみたいな。直すんよみたいな。いやそう思うよ。第3問のあれちゃん、これ皿やんな。どう考えても皿ちゃうやん。皿、皿、これ皿やんな。皿ちゃうやん。もうちょっと会話を続けてヒントを。そうだね、ヒントちょっと分かんない。続けようか。え、でもさ、なんか結構綺麗やしさ、皿かなと思ったもん。いや、これ使ったもん。新しい。正解。皿だと、これ皿ピンやんなっていうのと一緒やね。皿ピン？皿ピンもないか。皿ピン。どっちも分からんな、そら。あれちゃんは？あれちゃん最近。皿ピン。あれちゃんは皿ピンですか？ちょっと待って、使い古したやつみたいな感じで。もういいわ。じゃあ第4問。なんか昨日な、モータープールでな、もうおっさん立ちションしててんけど。もうどこでやってんねんって感じじゃない。モータープールで済んだよって話やん。ほんまやわ。モータープール。モータープールってなんかモーターが入ってるプールみたいな。そうそうそう。でも正解やんな、そのそうそうやね。でもそう、それはつまりモーターが入ってるプール。車？駐車場？おー駐車場のことモータープールって。そうそうそう。なんで？車関連やったらさ、うん、もう一つ言ってみていい？ちょっと番外編。うん、からへんかも。もう昨日びっくりした。おかま掘られてん。運転してたら。おかま掘られたん？うん。おかま掘る。これわからん？ちょっと待って。口が正しいあの認識してるかどうか。違う、多分正しい認識してないと思う。まあ最初思ったのが車を運転中に誰かに後ろぶつけられた。そう、かまほられるっていうね。まあその車そう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 、ね、はい、まあ確かに結構俺でも初めて聞いた時はなんか普通に会話の中で使うかも、ほんまかまほってるわ、かまほられてるわみたいなこと言うから、じゃこっちの方が猫なんやって思って結構なおっさんやねんけどみたいな。じゃあ最後の問題です。これは結構難問やで。難問。え、ブラちゃん、うん、あれちゃうちゃう、あれちゃうちゃうちゃうよ、あれちゃうちゃうちゃう、ちゃうちゃうちゃう、あれちゃうちゃうちゃうんちゃう、あれちゃう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 。いやまあむずいっちゃむずいかな、今のとかもな、結構むずいむずい、うん、どうやって意外と関西弁聞いたらなんとなくわかるって思ってたけども、うん、実際どう、勘違いしてた部分もあるね。結構やっぱ難しかった、うん、なんか、うん、ロシアはそうやって地方によって違う、うん、言葉が違うってことってあるの？ないないの？ない、まあ、何弁っていうのはない。でもちょっとなまってるのってない？ないんかな、なんかなんやろ、ちょっとなまってるのかな、言葉は変わらんけど、うん、アクセントとかちょっと上がり下がりが、ね、日本語みたいにこうほんまに表現っていうのはやっぱ珍しいんかもね、結構、うん、他の国とかでも。モスクワの人がアが強いっていう、なんかアっていう言葉、アっていう文字、アそう、アア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 アやめなさい。それ全然違うやつ。それではないよ。でもマスクワとかなんか。あ、そういうことか。そう、そっちだよ。マスクワー。いや、やめて。あと間ってわかる？間。間。ロシア語で、ロシア語でね。間。間。あ、じゃあ。違う。やめろ。違うから。言い方変えても。解決しないから。間。じゃないよ。やめろ。え、何間？間っていうのはどっか行こうっていう意味。行きましょうって意味。はいだ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 。なんかそれ。まあそんな感じで、まあ関西弁にはまあ結構いろいろ、あ、日本も関西弁やったり、あと青森弁やったりとかいろいろあんねん。そう。津軽弁。そうそうそう。うん、お前こっちに来しとか言ってきたりとかするらしい。ね、あんたこっち来んよって。お前こっちに来しとかって言ったりするらしい。でも違う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 。もうだからそういうふうにな、そうとかあんねん。でももうそれぐらい、もうなんか言いたいだけやろお前、言いたいだけや。でとにかくまあいろんな方言があるけども、ロシアにもさっき聞いたらちょっとある程度はあるみたいな。
で、モスクワの人がどんな風に言ったっけ、赤強い。